はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。よいしょ、なんか椅子の調子が悪い。7月15日でございまして、もうすぐ2時ですね。まったりとした午後なんですけども、雨が降ってきましたね。傘さしてはる人がいます。さしてはらへん人がいますね。ここね、6階なんですよ。でこっち側ね、窓開いてましてね、あのそのうちたまになるであろう、こうコイン駐車場がね、わーっと並んでて、でその向こうに通りがあって、その向こうが見えるんですけどね、歩いてある人が見える。はい、まあそれはええとしてまして、何気にね、こうえっていうようなニュースがありますよね。でさらっと書いてあるんですよ。さらっと書いてあるんですけど、それそうなったらどうなんのみたいな。日本経済新聞でございまして、7月15日の7時29分と言いますから、今朝ですね。もうだいぶ前ですね、6時間以上前に出たニュースでございます。米、ドルで、中国締め付け、香港めぐり8つの金融制裁検討って。何やろうと思って、あの香港自治法という法律が昨日ですか、成立したようでございまして、でその金融制裁を課すということなんですけど、なんかそれだけ言ったらよう分からないんですけどね。読んできますとね、まあちょっとややこしいんですけど、説明というか読んでいきますと、2段階あると。香港の自治、自由や自治を侵害した個人や団体を特定し、ドル資産凍結などの制裁の可否を検討する。米共和党は制裁対象として中国共産党最高指導部の韓正、韓国の韓に正しいですね、これはまあ正とないと思いますけど、韓正副首相、各香港担当らを視野に入れると、まあ、それはええんですけど、それはええです。二次制裁として、その個人や団体と取引がある金融機関も対象となる。さらっと書いてある。その個人や団体と取引の金融機関、香港自治法は具体的な制裁手法を列挙しており、1、米銀による融資の禁止、2、外貨取引の禁止、3、貿易決済の禁止、米国内の 4、米国内の資産凍結、5、米国からの投融資の制限、6、米国からの物品輸出の制限、など8項目が決まったって。なんかさらっと書いてある。その個人や団体と取引がある金融機関、この例えばこのね、韓正さんという方がね、中国のナンバーワンの銀行に口座を持ってたらそうなんのっていう世界ですね。そんなん当然偉い人やから持ってるでしょ。ほんでその中国ナンバーワンの、例えば中国の三菱銀行みたいなところと、じゃあアメリカはその融資の禁止なんか、まあええとして、外貨取引の禁止、貿易決済の禁止、米国内の資産凍結、まあ、そういうことをねやるでって書いてある。ほんまかいなと思いますよね。それってほとんどね、言ってみれば中国のほとんどの銀行、主な銀行のほとんどと、俺たちはもうドル決済せえへんでって言うてんのんちゃうのと、これだけ読むとそう見えてしまいますよね。ほんならこの韓正さん、あらゆると銀行から全部口座引き上げてですね、でしかもアメリカの銀行に逃がしてる自分の資産も引き上げな、凍結されてしまうということですね。凍結されるっていうか使えなくなるっていうことです。ってなって、そんなんしたらね、この通り書いてある通りやったらね、アメリカと、ね、中国の、ね、貿易取引がほぼ凍りつくということなんですよ。ほんまにやんのそんなことを、という。同法は対象を中国の金融機関に限っていないが、中国銀や中国工商銀、中国建設銀、中国農業銀らの巨大銀行のドル取引に照準を当てるということでしょ。日本やったら
三菱 UFJ、三井住友、みずほのドル取引を監視するし、停止すんでっていう。あかんやん、それ。それって事実上のね、香港と言いながらね、あの本土とのね、本土に対する経済制裁に近しいというか、ほぼそれやん。そう、うん、PRC People Republic of China PRC に対する制裁、そんなんやられたらね、麻痺するやん。じゃあほんまにそれやんのみたいな。いや知らんで、そうだよ、ほんまに。みんなさらっと書いてあるんですよ、これはね。別にトップニュースでもなんでもないんですよ。もう一つの未知のリスクは日米欧の金融機関への影響だ。香港自治法は金融機関への制裁に1年間の猶予があり、1年間よね、すぐって言うわけちゃうんですね。その間に制裁対象の個人や団体と取引を打ち切るように求めているって、できるわけないやん、そんな。いや、でもやるんでしょうかね、知らんけど。ただ中国が制定した香港国家安全維持法には外国勢力との結託を禁じる項目があり、米国の制裁に従えば逆に、中国から報復措置を浴びるリスクもある。香港をめぐる米中の亀裂は国際金融システムの弱点となりかねないと。いやー、もうほどほどにしませんかっていう話にもなるんですけど、いや、これね、これでもね、1年後にしたところで、まあそれまでまだガチャガチャってやって骨抜きになるかどうか分かりませんけども、相当これはね、どぎつい話ですね。ほんまにこう真正面からね、こうやる、俺らやるぞって言ってるのと同じやん、それ。ほんまに真正面から俺 やったんだよみたいな。いや、もうそこまでね、こう踏み込まれたらね、どうするんでしょうね。日本はね、もう何年前ですか、1941年って言いますから、もうほぼ80年前ですね、に春ノートって出されたんですよ。あれ確か何月、10月頃やったと思いますけど、もう直前ですね。春国務長官っていうのがいまして、その人が、あ、はいこれって言って、メモみたいなのを渡したわけですよ。もうこの原則でいかないと我々は妥結できませんよと。その前にね、日本はね、アメリカ国内の、ね、資産とか凍結されてるんですよ。凍結されたんですね。ほんでもう石油売ったらへん、くず鉄売ったらへんって言われて、ほぼものすごい経済制裁が起きてるわけですね。で、日本は一生懸命ですね、それちょっと勘弁してえなっていうふうに交渉してるんですけども、全くこれがまとまる気配がないですね。日本はクルスっていう人と野村という人と、まあ、全権大使2人ですね。確かクルスさんは外交官で、野村さんは海軍大将ですね。でやってるんですけど、全然まとまらへんところに、まとまりかけたりもするんですけど、最後にこう春国務長官が春ノートって出してきて、それを見た瞬間に日本はもうあかんわと思って、これはあかんわってと思ってあの市議になったわけですけど、今回のこのね、香港なんたら法で近いよ、それに。香港自治法っていうので、むちゃくちゃ暴論言いますとね、これ基本的に、チャイナの国内問題なんですよ。基本的にイギリスとの約束を破ったということはあるんですけども、まあ、それは言うんやったらイギリスとチャイナの問題だね。アメリカがね、ここまでね、国内問題にね、手を突っ込むというのはですね、ちょっとおせっかいすぎるんちゃうのと
思わなくもないんですね、僕なんかの感覚からすると。アメリカと約束した方がちゃうやろうと、チャイナはイギリスと約束してそれ破っただけやんみたいな。まあね、どうなるか知りませんよほんまに。でもね、さらっとね読んでしまってはいけないニュースでございます。一応貼っときますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。